い、皆さんこんにちは、コーダです。ということでペーパーマリオ折り込みキング続きやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで前回キノピオタウンに戻ってきたら、まあでっかいハリボテクリボーに襲われて、まあなんとかやっつけて、じゃあ今回は、もっともっとピーチ城があったところに向かいましょうってところなんですけれども、早速前回壊されてたここちょっと、はい、修復して、あ、ドア開けるようになった。早速開けてみましょうか。中はどんな感じ。おお、なんかいろいろ飾り付けてる。あ、そっか、そもそも折り紙祭りかなんかがあったんだっけ。多分それで飾り付けたんだろうな。うん、いやーでも、あ、こっからもちゃんと紙っぺら出るね。キノピオタウンが大変なことになった。私は家を捨てて逃げることにする。ピーチ姫はご無事だろうか。多分これはこの家の主が書き残したメモでしょうね。うん、いやー本当になんかこの静かなゴーストタウンな感じちょっと嫌ですよね。そしてね、チラチラーとあそこにね、またねでっかいハリボテクリボーが見えてんだわ。左にもそして奥にもちょっと怖いな。こっち行ってみようかな。まずちょっといろいろ探索してみていいですか。はい、家の中入っていきます。ここは特になんもないかな。なんかここも火つけられそうな感じではあるけど、こっから出られるね。裏出てみると、あー、こんなとこに出てきた。あー、なんか宝箱あったよ。待って、ハリボテクリボー手前にいる。さあこれ、あ、宝箱ゲットじゃない。やったー、お宝フィギュアナンバー5、デクの山のスピーカー。このフィギュアがどこで見られるっつったっけ。多分このキノピオタウンのどっかで見れるようになってるんだろうな。失礼いたします。ここら辺、はい、コインゲット。読む、嬉しい、楽しい、超便利、アクセサリー、アクセサリーショップってことかな。ちょっと入っ、あ、鍵がかかってますね。ちゃんとセキュリティしっかりしてる。あ、ここに土管がある。この土管入ってみる。入ってみるとどこに行けるんですか。どこ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 、うわー、そんなとこにスキップ、なるほどね。ああ、はいはいはい。橋が壊れちゃってますわ。こんなんでどうやってピーチ城へ行ったらいいのかしら。困るー。いくらマリオさんでも地面の下から向こう側にひょっこり出たりできませんわよね。多分あそこにも土管があるから違うとこから土管入っていけるんだろうな。多分そういうことだと思う。ひとまずなんか挟まってんな、引っ張ろう助けてあげよう。ヘイホーさん大丈夫。助かったよ、お礼にいいこと教えてあげる。ありがとう。そこの地下水路ってピーチ城とつながってるらしいよ。そこの地下水路、ああここか、なるほど。オッケー、じゃあ後で行きましょうかね。地下水路キノピオタウン口、へえ。ちょっともうちょっと探索させて。うん、そしたらここも、えいえい、ん、なんかここにいるよって。何が、あーはは、待って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 、兵法が食われてる。え、どうしようどうしよう、あれどうやって助ければいいんだろう。こっちから行けるか。あ、行けそう行けそう、なるほど。ここも回復させて、あ、やばい、紙っぺらがない紙っぺらがない、どうしよう。回収、どっかで回収できる。あ、ちょっと待って、紙っぺら回収してたらこんなところに土管発見した。これもさ、なんか開きそうじゃない。今は開かないのかな。剥がす、あ、剥がせる、よいしょ、あ、剥がせた、やった。これでさ、もしかしたらピーチ城のところに行けるんじゃない。でもちょっと先にやっぱりヘイホーさん助けたいな。ヘイホー今助けるぜ、ちょっと待っててくれ。よいしょ、 OK、 回復した、ナイス。じゃあここドア開けて、ちょっと10枚コインちょっと取り逃しちゃったけど、うん、でこん中入ん、あ、開けれない、こっから。ってことはどうすればいいんだ。ここ出たな。でこれ足場にして、こっから出られんじゃない。ほら出られた、なるほどね。そしてハリーボテクリボーをこれで倒しに行けるかな。はい、出てきました、ここにいるよ。 OK、 えい、よし、いい感じ。さあ襲ってこいや、えい、あ、やべえ、意外とダメージ食らっちゃった。よし、もう一丁もう一丁、あー、やばいやばいやばい、何回もダメージ食らっちゃって、もうビビビー、むずい、結構ダメージ食らってるよ、大丈夫か。オッケー、なんとか倒せた、よかった。ふう、
助かったよ、あんなでかいハリボテ倒しちゃうなんてさすがマリオ。いえいえ、どういたしまして。じゃあここのハートをゲットして、でも助けただけかな、うん、あのハリボテ僕の体の色を見て興奮したのかな、そういう感じなの。いや牛とかじゃないんだし。んー、じゃあこ待って、これはあ、こっから出られるってことかな、ナイス。あ待って、あそこにも兵法さんがいる。とりあえず今日はどんどん助けに行こう。こっから入っていける、ここ入れるかな。さあここお家は、あー特に何も、あーでもちょっと待って、よいしょ、ハテナボックスがある、よいしょ、これで、あーオッケー、お金ゲット、お金大事、お金は大事。こんなもんかな、でもそうだね。そこどうやって行くのかな、あここからか、こっから行って、えいえい、これで行けた、よしナイス、話す、キナペラたちがいなくなった後にあのでっかいハリボテがいきなりやってきたんだぜ、ピーチ城の方でも大きな音がしたし、一体何が起きてるんだ、え俺は兵法じゃないぜ、ムーチョだぞ、本当だ。兵法じゃなかった。ここの中にもちょっと入ってみようかな、えい、一旦これはい、よしコイン回収、ちょっと入っていますね、開ける、開く、あ開いたね、さあ中入ると、こんばんは、こんにちは、開けます、おお紙っぺらいっぱい出てきた、ここも開けて、うおーまさかのクリボー。ちょっと待って、それはびっくりなんだけど。こんな風に急にバトル始まることもあんの、じゃあしっかりまずは、あリング操作1回だね、これを回転させればいいはず、回転させて、よしこれで、はい整列成功、まずはマリオのブーツでひとまず、はいぴょん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 と、オッケー、いいね、ナイス着地、そして、こちらマリオのハンマーで一発叩いちゃいましょう、よいしょグレート、ちょっとタイミングずれちゃったかな、まあいいでしょう、はいオッケー、よかったよかった、はいありがとうございます。んー、じゃあここも開いてますね、いろんなところに穴っぽこがあるな、よしコインゲット、ちょっと上行ってみますね、はいぴょんぴょんぴょん上がって上がって、多分この上にねハリボテクリボーがいた気がする。待って黄色キノピオさん。ここの家の主が黄色キノピオなのかな、あれ待って、これ左に行けなくない、え今の多分マリオのジャンプ力じゃ無理だと思う、どうにかしていけるかな、待ってこれでこうやるってことでもないよね多分ね、えい、あー違いそうだね、じゃあまたなんかできるようになるのかな後から、うん一旦ここは退散しましょう、そしたらバガに、あとは、あーハリボテクリボー倒しに行こう、えいえい、よし来いよ来いよ、さあミスらないように、よいしょオッケー、一回逃げて、いいよいいよ、さあもう一回こっち来るでしょ、こっち来るでしょ、えいよし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 、なんとなく分かってきた、えい、あ危ない、よーし倒せた、よかった、ノーダメージで倒せたよ、あここにもいる、んあいる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 、待て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 、えいよし来いよ、えい、あー当たっちゃった、うん意外とこのハンマー攻撃範囲狭いんだよな、あー、タイミングずれた。ちょっと待って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 。よし、今、ナイス、オッケー。いよいよ。さあ、じゃあここも、はい、修復しまして、この中入れる？開ける。はい、入れた入れた。いろんなとこ入れるね。ここはでも上は今んとこ行けない？あ、これ壊せるね。壊し、なんか中にいるぞ、これ。ちょっと待って待って。これ引っ張るか。引っ張ると、おー、ガボン！カッカクの奴らが襲ってきたから隠れてたんだ。あ、ナイス隠れ。いいね。いいよいいよ。大事大事隠れの。あのカッカクの奴ら何者？本当だよね。ここの100枚コインはまだ取れそうにないね。ひとまずこっちも行ってみる。開ける。あ、なんか行ける。いろんなとこ行けるね。ここ何？読む。港。わかりやすい。読む。もみじ山に行ってます。しばらく留守にします。船乗り。あーじゃあ今ここは先には進めないんだね。ここも降りてみる？ここ降りると、ここなんだ？読む。武器とアイテムのお店、ショップ。入ってみます。
あー、ここ開かないね。基本ショップ系はまだやってない感じなのかな。で、ここにハテナブロックがある。100枚コインゲット。そして、あ、ここにオレンジの土管があるね。あ、ここ、そしてギャラリーじゃない？多分そうじゃない、そうじゃない。あ、そうだそうだ、ここ戻ってきたんだちょっとこの中入ってみます。さあ入ってみる。おー、なんだこれは、潜水艦。そしてこれは読む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 、世界の土管像、ドナテルピオ作の土管像。ドナテルピオ誰？世界に通じる歴史的大傑作。ってことはこの中に入ると、入るどこ行けるんですか？ん？なに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 ？え、ここは？わあ、なにここ、土管がこんなにいっぱい、贅沢。確かに贅沢、贅沢だけど、え、これマジでどこに繋がってんだ。読む、旅の土管、はてなはてなはてな、入ってんのかな。旅の土管に入りますか。ちょっと気になる、一旦入ってみていい？はい、入ります。あ、土管の先がぶさ下がっていて通れない。あ、まださすがに通れないか。びっくりした、なんか行けちゃうのかと思った。じゃあいつかは開くようになるのかな、入れるようになるのかな。わかりました。そして多分さ、見つけたフィギュアとかがここで、ここに飾られるんじゃないかなって勝手に思ってるんだけど、アートギャラリーちょっと入ってみていい？あー、開かないね。ここは折り紙キノピオギャラリー、ここも開かない。あとここはお宝ギャラリー、開かないね。折り紙キャラクターギャラリー、はい、開きませんね。サウンドギャラリー、あ、これはさすがに開くんじゃない？開かないね、どこも開かないな。あれ、じゃあフィギュアはどこで見られるんだ。で、結局これは何だったんだろう。スーパーマリンゴ、伝説のキャプテンピオが乗っていたとされる古代の潜水艦。へえ、あ、もしかしたらこれ前作までのペーパーマリオをやってればなんか知ってるかもよみたいな、そんな感じなのかな。そうかもね。んで、結局私は、あ、一旦ちょっと一休み、はい一休みしまして、タウンにハリボテがいるとなんだか気分が落ち着きませんわ。そうね、ほんと怖いわ。そういえばここも入ってなかったね。ここは、あ、ここも開かないのか。そうか、んー、じゃあこのオレンジの土管入ってみる。ここ入ります。入ると、あー、土管の先が塞がっていて通れない。ここも通れないか、わかりました。あ、そこにも宝箱あるね。それは今取れないのかな。あ、こっから入れるわ。こっから入って、うわー、びっくりした急に突っ込んでこないで、ちょっと心臓に悪いでしょ、怒るよ。そんな突っ込み方したら。そうじゃなくても、ちょっと BGM 怖いんだから今。よいしょよいしょ、よけて、えい、えい。よし、まだ来るか。よし、あー、慣れてきた、慣れてきた。ハリボテクリボー倒すの。よし、いいね。じゃあ、あ、ここ修復させちゃって OK、 コインゲット。ここは壊せないね。んじゃあこの建物入ってみよう。入ってみると、んー、あ、なんか本みたいのあるね。調べる。もうすぐ折り紙祭り、待ち遠しくて眠れない、早く当日にならないかな。当日になった結果がこれだよこの中はクリボいない。開ける。なんだ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 、うわ、なんだマリオか。ああ、よかった。ペーパーの方のクリボーか。今度は表にいるでかいハリボテに襲われてここに隠れてたんだ。これさっき助けてもらったお礼だ。持ってけよ。お、マジで？あ、ハートありがとう。でもさっき回復したばっかり。あ、でも大丈夫だ。うん、さっき減ったんだ。それじゃあ俺たちはしばらく隠れてるから、マリオよろしく頼むぞ。隠れてるんですね。了解です。まあ隠れてた方が無難かもね。うん。んで、結局、そこの右の宝箱は取れないのかな、今は。ぽいね。そんな感じだね。じゃあまた今度取りに来よう。OK! じゃあもうこれで調べ尽くしたので、大変お待たせしました。じゃあここの、はい。マンホールの中入っていきましょう。ん？あれ？そのマンホールは専用の道具がないと開かないと思う。道具は僕と同じ。赤い兵法が持ってるはずだよ。探してみたら、あ、そうなの？あ、じゃあもっと兵法を探す必要があったんだ。オッケー、じゃあ探しに行こう。結構探したんだけどな、これでも。ここのカフェは？ここのカフェはやってなさそう。あ、話す？あ、なんかいた。静かにしろ。
俺は店員じゃない。おっかない奴らから隠れてるだけだ。でもここのカウンターにドリンクがあるからそれを売ってやってもいいぞ。最初だけ特別にタダにしてしといてやるぜ。店員じゃないのに売ろうとしてるぞ。ウサギドリンク、カメドリンク。少しの間走る速さが遅くなる。少しの間走る速さが速くなる。だったら速い方がいい気がするけどね。ウサギドリンクゲット。はい、どおり。これで速くなった？なんかそんなに速くなった感がないんだけど。で、ここはまだ行けなさそうだね。あと行ってないとこ。あ、ここにまた調べる。見晴らし山に向かったゴンドラが戻ってこない。何、トラブルでもあったのだろうか。なんかあったんかね。あー、ここにゴンドラが、なるほどね、到着するんだ、本来であったら。すごい素敵なタウンだね。素敵な街だね、ほんと。ちょっと待って。あ、ここにも土管あった。ここの土管入ってみるか。はい、じゃあ入ってみます。入りましょう。よいしょ。するとどこに繋がってる。どこ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 行こう。あ、ここに来た。ちょっとわからんくなってきたから、オリビアさんに話しかけてみる。そういえばハリボテに加えられてた人って色は何色でしたっけ。加えられた人、赤色。あー、もしかして助けた、あの、もう一回話しかければいいってことかな。はい、来ました。道具持ってますか。あのハリボテ、僕の体の色を見て興奮したのかな。あ、よく見たらあなた赤いですわ。ねえ、赤いマンホールさん、兵法を開ける道具って持ってます？君が何を言ってるかよくわからないけど、あの道具ならここにはないよ。あ、ここにはないんだ。多分港のそばの赤レンガ倉庫にあると思う。探してみたな。あ、そうなの？マリオさん、行ってみる？赤レンガ倉庫ね。オッケー、右のところですね。了解です。すぐ行きましょう。はい、赤い倉庫に着きました。こん中にあんのか。入ってみて、道具なんかあったかな？あ、カッカクの奴らが襲ってきたんだ。隠れてたんだ。あ、そういえば、カッカクの奴ら、そこの隣になんか隠してた。あ、そうなの？どれ？あ、これか。今、箱が動かなかった。動かなかった？さすが、いいハンマー持ってるな。なるほど、もっと叩け。こういうことか。叩け、叩け、叩け。おお、出てきた、出てきた、出てきた。こん中に？おお、久々に、神の手。これ、神の手っていうか、神の手なんだよね。どっちかというとね。神の手を使って、さ、久々に動かしましょうか。どっかになんかある？え、なんかあります？動かせそうなものがわからない。どこかに、あー、あった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 、掴む。よいしょ。おー、扉発見した。ありがとう、ガボン、教えてくれて。種隠させた、あれ何なの？まあ、いろいろ神の手ってやつなんですよ。おー、クリボーさんいる。あ、そうそう、こういうクリボーをジャンプして、あ、オッケーオッケーオッケー、ジャンプしなかったけど、ハンマーで倒すこともできるんだ、こうやって。で、倒しながらすると、なんか最初にね、ダメージを与えられるらしい。ポン、ポン、ポン、ポンと、オッケー。いいんじゃない？はーい、倒せました。よかったね。今んとこコインしか見つかんないけど、あ、これ動かせる。あ、この上いける？いや、そういうことでもないな。これを動かして、おお、一気に動いた。なるほど、これで登って、あー、オッケー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 。まずここ、はい、叩いて、んで、これなんか開いたりする？これさすがに開かないか。そしたらもう一回登って、次左、こっち、これでしょう、多分。おお、出てきた、出てきた。お、キノコもゲット。そしてこれが何、何？マンホールフック、これだ。赤レンゴ倉庫で見つけた地下水路のマンホールを開けるためのフック。よし、これでようやく開くぞ。いや、いろいろ探しちゃったな。はい、じゃあこれでマンホール開けに行きましょう。はい、戻ってきました。そんじゃ調べる。これでアイテムを選んで、よいしょ、マンホールフック。さあ、開けれるかな。おお、サクッと開いた。ナイス。じゃあこの中に入っていくわけですね。行くわけなんですけれども、今回はちょっと気になるところで終わりたいと思います。次回このマンホールね、入っていきますので、ぜひお楽しみに。ということで、少しでも楽しいと思っていただけた方はチャンネル登録ボタンポチッとよろしくお願いいたします。また高評価ボタンもぜひぜひ押してくれたら嬉しいです。はい、コーダでした。次回の動画でお会いしましょう。またね。Goodbye, Chan!